なかなか悪くない場所だと思いませんか？このふかふかな座布団、揃えられたいくつものおやつ、さらには本やゲームまでたくさん。私だけの自慢の休憩スペースです。どうですか？もっと感心して褒めてくれてもいいんですよ。さて、今は共犯がいることですし、今日も今日とてサボるとしましょうか。ね、先生。